アメリカのペロシ下院議長は都内で会見を開き中国が台湾を孤立させることを容認しないと述べ台湾を擁護する姿勢を明らかにしました。We will not allow them to これまで中国が台湾を孤立化させようとしてきたとしてペロシ氏は台湾の国際社会への参加をアメリカとして促していく姿勢を示しましたまたペロシ氏は台湾訪問についてアジアや台湾の現状変更を目的とするものではないと強調し中国が日本の EEZ ・排他的経済水域への弾道ミサイル発射を含む軍事演習を行っていることに対し おそらく台湾訪問を口実に利用していると中国を批判しました。